さあこんにちは。今日は初滑り密着動画です。誰の密着かっていうと、去年もやった平野密着をしていきたいと思います。今年はどんなになるのか。まあ、シーズンインはまあ、サマーのトレーニングしてたりとか、まあ、夏の間全く滑ってなかったりっていうのがあって、体がまだこの滑るってことに慣れてないと思うから、まずはその速度だったり、まあ、関節の使い方だったりっていうのをちょっと思い出すっていうのを見て、まあ、全力じゃなく、まあ、足慣らし程度に滑ってもらえたらなと思います。おはようございます。おはようございます。初滑り2日目。だけど前回3時間で帰ったでしょ。3時間いや違う、3本だ。そう、3本で帰る。緊張する。夏あんだけ滑ったのにまだ緊張するの？いや違う、1回滑った時にめっちゃスピード出たから怖かった。そんなことでキラに密着していきたいと思います。お楽しみに。さあ上まで来ました。はい。緊張する？すごい今。今日はバーンがちょっと固めなんで気をつけて滑ってください。はい、はい、頑張りましょう。どうした、なんでなかなか行かないの？バーンはこんな感じです。だいぶ広がって滑りやすくなってます。なかなか出ません。はい、どんどん抜かされてます。なかなか出るタイミングを失ってます。いけると思う。よし、行く。はい、行ってらっどうですか？暴走気味。上なんかやってたよね。いやちょっと遊びたくなった。あ、なるほど。こんな余裕ないんだね。怖かった。そんな感じは分からんかったけどな。もう一本いきましょう。はい。で、2本目はまさかの板を変えたんですね。変えました。カービングじゃなくて回ります。回ります。さあ、じゃあその回る方に期待してみるね。任せて。行ってみましょう。さあ、ラウンドボードにもちょっと慣れた？ちょっと。オッケー。じゃあ
行ってみようか。よし、行ってみよう。はい、頑張って。息ができる。事故です。全然取れない。シーズンインだからね。シーズンイン。頑張って練習しましょう。はい。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。またねー。